ああ、綺麗な貝殻でも拾って帰りたい。綺麗な女の子でも拾って帰りたい。トンテンカンテン、物音がする。勝手に家に上がり込まれて、リフォームされてそうだ。ご苦労さんです。早朝に来てセッティングされていたか。レシピが大事だよな。だいたいお店でね、料理とかその料理の素材買うと結構高くつくからね。やった、サービスレシピ、山菜とキノコ炒め。金は取らんよってことだね。サービスほどただより高いもんはないぞ。お、作れますね。品質ってものもあるのか。わあ、いっぱい。新しく料理のレシピを販売。やったね。なるほど、これがフラグとなっていたか。診察剤の代わりとして取ってきてもらいたい。クールリーフ、クールポコ2人、翡翠の森まで来てほしい。デートのお誘いですか。じゃあまた行かなきゃ。黒真珠、なんかすごいもんもらった。お小遣い。どうしても必要なものを買いたいときに売るといい。本当に必要なものを。こういうの迷う。取っとくべきか売るべきかで。いや、今めっちゃ金必要だけどさ。出荷するとお金になる。あ、じゃあ売っていいですね。あら、女の子。あの引っ越しの子じゃん。今日は一人なんだね。こっそりトーク。あの二人は、そうか、ミリカを見送るためになんかサプライズを用意してるのかな。引っ越しのことを、ああ、いや、二人から聞いた方がいいにしとくか。早く白状なさい。結局話すことになるのか。まあこれでお互いつながったから、あとはどう解決するかだね。いろんなとこを回ってるってことは、またいつかここにも戻ってくるってことにはならないかね。最初のサブクエだからさらっと終わるかと思ったけど、結構一つが濃密ですね。極秘任務、森の呼び出し。あそこかね。あ、魔族かい。人間を倒すぞ。環境の保全。別に人間滅ぼして征服しようとしてるわけではない。ここを守ろうとしたら、人間が環境破壊とかそういうことをしていたら、それから森を守る的な。魔族ごっこ。まあでもこいつが送ってたら町の人が騒いじゃうな。少年はこの魔族に懐いてしまった。あー大変。奥地に行かないで、敵強いんだから。ちょっと協力してお前もパーティーに入れ。右上か、よかった。
どこに行ったか全くわからないじゃなくてよかった。魔物。この魔族すごいハイヒールだな。3人に勝てるはずがないだろう。デュランデプス、君は何かしたかい？システム上、都合上3人までしか入らないから、彼の戦うところは見れなかった。その聞き方じゃ確かに。もうちょっと分かりやすくな。どうして家に帰りたくないの？今日晩ご飯がピーマンだから？共働きだと大変だよな。でも今共働きじゃないとやっていけない世の中だからな。共働きでもきついっぽいしな。もうこの国終わりだよ。ゲームと関係ないところで何か悲しくなってしまう。そこまで懐いちゃったからさ、両親帰ってくるまでお前お家にいてやんな。で、両親帰ってきそうになったら窓から吸ってさ、抜けてさ。これが浜辺の町か。なんか余計なところに来てしまった。さすがにこっちの方も行けちゃうね。でもまずは港町に行った方がいいのか。もうサブクエいろいろ放置中。放置しちゃうと消えちゃうとかはないか。大丈夫？わ、なにこれ、すっごい竜宮城じゃん。雰囲気ここまでリゾート感あふれるとは。港町ってから普通に漁村系かと思ったら、ファンタジー浜辺だ。あ、みんな言うね、悪い時期に来たねって。どこもこうなんだろうな。あら、あの卵のように。なるほど、漁ができないのか。普通の魚釣りだったらお手伝いできるぜ。歌姫がやってきた。あ、さっき行ってきたキュップイの人だ。そっちで骨抜きにされちゃってんだ。まあまずは町のお散歩からしたいな。ふう、リゾートリゾート。これ種とかもやっぱここで売ってるものは違ったりするのかな。しかし今金ないけどな。つけはダメですか。レシピ集モロコーン。おお、あ、でも夏秋。ああ、なるほど、南国だからやっぱ夏物とかが多いんだ。パプリカ、パラパッパッ、塩ニンニク、牛ニンニクですかね。夏物か。シビレモン、ザシビレモン。耐水のみ、あ、結構こういう属性に応じてね、ちゃんと付け替えて戦闘に挑むの大事そうな気がする。あ、綺麗な貝殻でも拾って帰りたい。綺麗な女の子でも拾って帰りたい。お邪魔します。こういう何のマークもついてない民家もさ、ちょろっとね
アイテム落ちてたり、コレクションアイテムとかあったりするから、時間経過はもったいないけども、一度は覗いておくべきだね。いいなあ、ここ。ここ住みたいっすね。あ、海釣りができる。そうだよ、男の子ってのはね、80歳になってもね、それはね、80歳の肉体をした3歳の男の子だからね。見た目がめっちゃいい。この角度が素晴らしいな。やっぱ川と違って、おお、送り貝よく取れる貝か。葬式の装飾として使用する文化も、へえ。ちょっと綺麗だから高値で売れてほしいな。あ、横の桟橋でも釣りマークが、場所によってちょっと変わったりしますかね。フィッシュ、あったかたい、んあったかいみたいな感じに言わないの頬の周りを赤らめている。時間経過で空の色も変わる。この海や空見ているところだと、その時間経過よくわかるね。アトリエ、お、ライトがある。あのハウルみたいなやつかな。外出中ダメでした。そろそろ酒場行っときますか。酒場だから夜遅くまでやってそうな気もするが。あれが歌姫か。あ、ちゃんとボーカルが。マスターに立ち絵が。つまり攻略対象キャラそういうわけではない。お酒飲める？こういうとこ好き？お酒で行ってみよう。あー、飲めないか。私の歳だと飲んだらいけないことに。なるほど。無理やり飲ませちゃアルハラになるからな。エモさん、エモーい。なんかキャバクラの席みたいだねキャバクラは行ったことないけど、なんかこういう感じの絵面を見たことあるけど。お客の反応は上々ですね。え、どうした？いきなりぶつ切りされた。イチャモンつけられた。あれかい、ハードロックの方がお好みかい？この歌を歌ってるのはドイツだ。貝原雄山みたいにやってきちゃった。初めて正面から顔見れたね。お客さん困りますね。出て行ってもらいましょうか。マスターの人睨みで止まったってことは、マスター相当の実力者なんかな。この歌がそのローレライの歌と思わしき水難事故がね、それで発生してるっていうからね、無関係ではなさそうだけど。この子あれかな、人間の体してるけど人魚とかかな。水に浸かると足が魚になるとか。だからあの人の言葉を喋れない系か。キュッぷい。あれの悪どやつ、こいつからなんとかエモさんをひっぺかしてあげないと。シュールだな、その座席からこっち立ち上がってみんなこっちを見てるっていう。
歌わせることでどれくらいギャラもらってんですかね。酒場の裏に、え、怪しい。何をさせる気？俺も気になることあるよ。アリアの袖とかさ。夜に酒場の裏、まさかそんなところでエロ童子みたいなこと。それはエロ童子に任せるとして本編ではね、やっちゃいけないですよ。